思いっきりやって。パリ大丈夫そうです。こんにちは。今日はですね、アクションカメラ用のジンバルを2種類紹介したいと思います。一つはホーヘムという会社のアイステディプロ3というもので、去年私もこれのプロ2というモデルをねレビューしました。こっちはですね、ジンバルで有名なフェイユテックのビンブル 2A というねモデルです。なんかこんがらがりそうでね、外観も結構似てるんですけど、実はこの2台結構特徴が違うので、今日はその辺をねじっくり解説したいと思います。で、まあ、そもそもなんでアクションカメラ、まあ、特に最近こうオズモアクションとか GoPro も Hero 8、7あたりは、まあ、手ブレ補正が非常に強力なのに、なんでこんなジンバルにつける必要があるのかっていう点なんですけど、昼間明るいところで撮影してる分には手ブレ補正が非常に効いた綺麗な映像が、ね、撮れるんですけど、ちょっと暗くなってきたりとか、まあ、屋内でね撮影するときは逆にその手ブレ補正がなんていうのか、あだになるというか副作用みたいな感じで、すごい光が滲んだような感じになるんですね。まあ、それはあの手ブレ補正の特性上仕方がない、電子的な手ブレ補正なので仕方がないんですけど、なのでまあそういう状況で撮るには手ブレ補正をオフにした方が綺麗になります。ハイパースムーズとかねオフにした方がいいんですけど、そうすると今度はまあこんなちっちゃいカメラで、ね、グラングラン揺れるので、もう非常に手ブレのひどいね、あんまり見れたもんじゃない映像になっちゃうんですね。まあ、そういう時にこのジンバルを使うことによって手ブレ補正をオフにしてあっても綺麗に撮影することができるようになるわけです。で、まあ、2台あるので、まあ、それぞれの特徴を、ね、今から紹介します。まずじゃあこのホーヘムにしましょう。まあ、どちらも新しいモデルで GoPro Hero 8ですね。このちょっと Hero 8からはこのね縦というか、まあ、この長さがちょっと長くなってるんですけど、まあ、それにもちゃんと対応しているモデルになっています。でまずホーヘムのアイステディプロ3が、ね、紹介したいと思います。ホーヘムアイステディプロ3の最大の特徴はですね、スプラッシュプルーフといって、まあ、防滴構造になっているということです。まあ、GoPro がそもそも、まあ、防水なので、まあ、水の中とかね水しぶきを浴びるような状況で使うことが結構多いと思うんですけど、このジンバルはそういう状況でも使うことができるものになっています。そして今年のモデルからは Wi-Fi がねここにこんな感じでWi-Fi ユニットが、ね、搭載されています。なので、まあ、GoPro を搭載して Wi-Fi で接続することによってジンバルから直接録画の停止とか再生をすることができるようになっています。去年のモデルもできたんですけど、ケーブルでつながないといけなかったので防水の蓋を開ける必要があったんですね。でも GoPro の防水の蓋開けちゃうともう防水じゃなくなっちゃうので、ジンバル本体は防滴でも GoPro が危ないみたいな感じになってちょっと矛盾してたんですけど、まあ、今年のモデルは Wi-Fi で接続することができるようになったので、無線接続しつつ水しぶきを上げるような状況でも使うことができます。そしてもう一つの特徴としては、このここにですね USB ポートがついてます。なのでここから電源をアクションカメラとかスマホに供給することができる、まあ、モバイルバッテリーの役目も果たすことができるような感じになっています。で次にこのフェイユテックのビンブル 2A という方をね紹介します。じゃあいくつか特徴を述べます。まずはロックがついています。まあ、大きなジンバルでは最近トレンドになってるこういうアームのロックがついているので、まあ、この軸だけはね動いちゃうんですけど、あとがロックしているので非常にね持ち運びが楽です。ここもねカチッとはめ込み、まあ、簡単なものなんですけどロックがついています。そしてですね、大きな特徴の2、ガチャガチャっとこんな感じで首が伸ばせます。ちょっと前に紹介したジーウィンのスムーズ X っていうね二軸のスマホ用のジンバルもこんな感じで自撮り棒みたいに伸ばすことができたんですけど、今度のこのビンブル 2A もできます。18センチに伸びるそうです。これはね意外に便利かなと思いますね。上の方から撮ったり下の方から撮ったり、むちゃくちゃローアングル撮ったりとかね、いろいろまあ撮影の幅が広がるのでね、なかなかいいアイデアじゃないかなと思います。まあカメラ逆さまに今搭載してるんですけど、レンズをこっち側につけようとしようと思うと逆さまに搭載しないといけないんですね。で GoPro の場合は逆さまに積んでも勝手に上下が補正されるので、まあ見た目逆さまですけど映像はまっすぐに、まっすぐというか正立の向きで映るので、まあ全然問題ないです。で Hero8 はこっち側にボタンがあるので反対向きにつけちゃうとずらさないとスイッチを押せなくなります。
で逆にヒーロー7まではスイッチが反対側にあるので、今度レンズをこっち側にしてスイッチをこっち側にすればスイッチここから押すことができます。まあ、その辺は持ってる機器に合わせて、ね、好きに使えばいいと思います。でですね、これをですねこう傾けていくとですね、わかりますか、これ面白くないですか。勝手に縦方向になります。インスタとかインスタストーリーズとかちょっと最近問題になってますけど、 TikTok とか、まあ、縦映像で配信するようなそういう動画のサービスにそのまま使える映像がこうジンバルを傾けていくことによってこういうふうに自然に撮影できます。これも結構便利です。でこのジンバル自体も Wi-Fi で接続することができます。でさっきの iSteady Pro はGoPro 側でスマートリモートっていうスイッチというかまあ機能をオンにすると自動的に Wi-Fi でつながるんですけど、こっちの場合は一旦スマホのアプリを立ち上げて、そのスマホのアプリの中で GoPro を指定してやって接続することになります。まあ一手間多いんですけど、まあ慣れればねどちらもそんなに難しくはないです。で接続しさえすればこっちの赤いボタンでね操作して撮影することができます。あとは、まあ、私便利だなと思ったのはこのトリガーボタンがですね、2回押すとセンタリング、まあ、これはこっちも一緒なんですね。 iSteady 3 Pro 3も同じなんですけど、3回押すことで自撮りモードに変わります。これは結構大きなジンバルとか、まあ、オズモポケットもそうですけど、3回押してセルフィーモードに切り替えっていうのが結構まあ共通する操作なので、まあ、これもね同じものが採用されているので結構便利だなと思いました。という感じで、まあ、こっちはですね若干安い、そしてバッテリーの給電ができる、そして最大の特徴として防滴機能がついているというのが挙げられます。こっちはまあ防滴ではないんですけど、首が18センチ伸ばせる、そして縦映像が簡単に撮れる、そしてまあ重さの差がこっちが 365g でこっちは 277g なので、まあ90g ぐらいですね。 GoPro が1個120何 g なので、まあ、GoPro1 個分よりちょっと軽いぐらいの重さの差があるという感じでしょうか。でホーヘムの方はこんな感じの、まあ、結構しっかりとしたソフトケースが、ね、ついてきます。でこの中に、まあ、説明書とか、ね、こういったケーブルも、ね、3種類ついてきます。ジンバル本体を充電するケーブル、そしてジンバル本体からスマートフォンとかアクションカメラに電源を供給するためのケーブルが、ね、ついてきます。フェイユのビンブル2の方はこういうソフトケースになってます。で私としてはこっちの方がねちょっと便利かなと思います。なぜかというと、まあ、形がどうでもいいの、どうでもいいというか自由になるので、まあ、これをこんな感じでロックしちゃって、むき出しでやっぱ持ってるとちょっと怖いので、こんな感じで適当に袋に突っ込んじゃって持ち運べるのでね、まあ、私はこっちの方がちょっと便利かなと思います。まあこれもね感じ方はこっちの方がまあ保護力としてはやっぱこのソフトケースの方が強いので、まあ好みが分かれるところかとは思いますけど、私はちょっとこっちの方が便利かなと思いました。まああとはねそんなに大した違いないですかね。どっちもまあバッテリーも結構持ちますし、まあ、アプリで操作していろいろ設定を変えることができるっていうのも同じです。こっちのホーヘム iSteady Pro 3が19,999 円になってます。ビンブル 2A は 12,375 円に今なっています。ということで、まあ、2台の比較がね大体分かっていただけたと思いますので、今から実際に撮影していきたいと思います。
かがだったでしょうか。まあ、どっちもそんなジンバルとして その安定感という部分に関しては、ね、ほとんど違いがないと思いますね。まあ、若干ちょっと持ってるところホーヘムの方は太いですね。ペイユの方が細くて、まあ、私はこっちの方がちょっと握りやすいかなと思いますけど、まあ、これも好みでしょうかね。下には同じようにこうちっちゃい三脚がついてます。これは取り外すことができます。まあ、これから旅行にねアクションカメラを持って出かけようってワクワクしてる方いっぱいいらっしゃると思いますけど、まあ、朝の出発から飛行機の機内、そして旅先での映像、そしてさらにホテルとかね食事の映像なんかも撮りたいと思いますよね。まあ、そういう時に、まあ、暗いところでは最初も言いましたけど手ブレ補正をなるべくオフにして、まあ、三脚に乗せるとかこういったジンバルに乗せて撮ればね非常に綺麗な映像が撮れますのでね、ぜひ試してみてください。まあ、GoPro の値段に比べたらね何分の1の値段で買えるものなのでね本当に1個あると便利だと思います。ということで今日は、ホーヘムの iSteady Pro 3という最新のジンバルとフェイユーのビンブル 2A というね首が伸びる面白いジンバルの紹介でした。また下にリンクを貼っておきますので関心のある方はぜひご覧ください。で今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。車の中が水洗いされちゃってます。